皆さん、こんにちは。先日、活動休止を発表した松本人志さん。しかしそれに追い打ちをかけるかのように、新たに他の女性の証言や、関係していた後輩芸人が出てきました。そして東京だけではなく、大阪や福岡でも近いようなことがされていたというのです。そこで今回は、新たに出た証言や関わっている芸能人などの新情報について詳しくご紹介していきます。ことの始まりは、松本人志さんがスピードワゴンの小沢和弘さんに女性を集めさせ、六本木にあるグランドハイアット東京のグランドエグゼクティブスイートキングで飲み会を開催。参加者の A 子さんを小沢さんはゲームと称し、松本さんのいる寝室に送り込みます。そして寝室に二人きりになると、松本さんは俺の子供産めやなどと A 子さんに性行為を迫ったと言われています。年が明けた1月5日、週刊女性プライムが松本人志の性加害疑惑を告発した女性。本当に素敵で、最後までとても優しくて、会合を終わりにスピードワゴン小沢に送っていたお礼メッセージと題した記事を掲載。飲み会の直後、 A 子さんが小沢さんに対し、今日は幻みたいに希少な回をありがとうございました、松本さんも本当に本当に素敵でなどと送信していたことを報じました。そしてその記事を受け、松本人志さんは同日 X にとうとう出たねと投稿し、報道が間違っていると言わんばかりに勝利宣言を掲げたようでした。この小沢さんは自身と A 子さんしか入手できない LINE のスクリーンショットを芸人仲間に横流しをし、松本さんはこれを公開すればええやんなどと息巻いていたそうです。そして松本さんは X に投稿することで飲み会の存在自体を暗に認め、結果的に吉本のコメントと矛盾が生じてしまったとも言われています。しかし A 子さんは自身が送った LINE と認めた上でこのように語っています。なぜお礼 LINE が性的合意の証明になるのですか。このメッセージを送った時はパニック状態にありました。全裸で高圧的に迫ってきた松本氏を拒否したため、男性陣が謝罪する姿を目の当たりにした直後であり、最後まで対応しなかったことをむしろ自分の非のように感じていました。芸能人の卵だった私はどうか穏便に見逃してほしいと反射的にお礼の文言を書いてしまいました。今思えば全て彼らの計画通りだったのです。これまでどれだけの女性が同じ思いをしてきたかを想像するだけで吐き気がします。ここまでこぎつけるのに8年もかかったことが悔しくて仕方ありません。そして A 子さんは松本さんに体をもてあそばれた翌日、友人に対し体験を明かしています。ここだけの話だけど、昨日の回はマジ、〇〇ちゃんは来なくてよかったよ、危なかったよ、強制的にそういう流れになって私はやんわり対応して、最後のところはギリギリ守れたけど、断れなくて最後までって人もいたから。参加者の一人である放送作家 X については例外なく触りまくってきて全員としようとしてきたから、これまた女性も全員嫌な思いしてて、また A 子さんと当日の参加者だった女性の LINE には松本人志さんの普段との表現ぶりにびっくりしたと互いに述べる様が記録されているとのこと。この被害女性の迎合メールに関して、 NPO 法人レイプクライシスセンター代表で弁護士の望月明子氏は、女性が事後に相手方に迎合メールを送ることは性被害者特有の自己防衛行動に他ならないと語り、被害者が平静を保とうと普段と変わらない行動をすることは決して珍しいことではありません。むしろ弱者である被害者が加害者におもねるような言動を取ることはしばしばあります。同時に性被害者はあんなところに行ってしまった自分が悪いと自責感に苛まれ苦しんでしまう。こうした被害者心理への理解が少しずつ進んでいる昨今の社会では、迎合メールが同意のない性被害はなかったと言い切る論拠にはなりません。また松本や小沢が合意があったとの意味合いでこうしたラインを拡散することはまさにセカンドレイプですと語っています。そして告発した2人に続き、新たに3人の女性が自らの体験を明かしました。
松本人志さんが関係を迫ったのは A 子さんだけではなく、2015年9月に松本さんと接点を持った B 子さんも証言しています。その際も A 子さんの時と同じように小沢さんから VIP と部屋のみだよ、絶対に来ておいて損はないからと誘われ、出向いた先は A 子さんと同じくグランドハイアット東京のスイートルーム。飲み会の終盤、小沢に促された B 子さんが寝室に入るや、すぐに松本さんは性的関係を求めてきたといいます。 B 子さんは、全裸になった松本さんは私をベッドに引き込みました。私がダメです、ダメですと必死に抵抗していると、私の体を抱き寄せながら、セックスがダメなら口でやってと、私が無理ですと断ると、今度は口がダメなら手でやってと、松本さんは迫ってくる中で何度もキスをしてきましたと語っています。そして極めつけには、君みたいな真面目な子に俺の子供を産んでほしいねんと言われたと言われています。そしてその行為の最中に松本人志さんが発した言葉が B 子さんの頭から離れず、一時は PTSD に悩まされたといいます。そしてその性加害は福岡でも行われたと言われています。松本人志さんは15年11月14日から不定期に計9回福岡県を訪れた松本さんが、お笑いコンビパンクブーブの黒瀬純らと共にノープランで街中を観光するバラエティ番組福岡人志という人気番組を持っていました。16年7月2日の第3回放送の収録が行われたのは同年6月6日のことでした。松本人志さんが福岡を訪れる数日前、福岡市在住のシーコさんは友人女性から、黒瀬さんの後輩芸人とみんなで飲み会をしよう、VIP も来ると誘われたといいます。当日シーコさんと友人、後輩芸人の3人で待ち合わせ、歓楽街の居酒屋に向かい、そこで彼女たちは初めて VIP が松本であることを知らされます。福岡屈指の高級ホテルであるグランドハイアット福岡、そこで3人を出迎えたのは2009年 M1 王者のパンクブーブ黒瀬でした。上階にある1泊約20万円のグランドエグゼクティブスイートキングに向かう途中、黒瀬さんから松本さんがいるとは知らない体で部屋に入ってねと念を押されたといいます。それにシーコさんは、松本さんは私たちのような素人にわぁと驚かれるのが好きなのだそう。部屋に入ると松本さんは T シャツにジーパン姿で、おう入りと、テーブルには缶チューハイやブドウなどが置いてありましたが、松本さんたちは酔っ払っていなかったと語っています。太鼓持ちに徹し、場を盛り上げていたのは黒瀬さんと後輩芸人だったそうで、松本さんは女性陣に自慢の大胸筋を触らせた後、結婚について次のような持論を展開しました。有名人と結婚して不倫すると嫁さんや相手の事務所にも迷惑がかかる、だから俺は素人と結婚したんや、有名人と結婚したら遊べへん、有名人と結婚する人はすごいわ。そして深夜12時を過ぎた頃、パンクブーブ黒瀬さんは松本さん、そろそろ決めましょうとシーコさんを隣の寝室に呼び出し、松本さんが二人きりになりたいって言ってるんだけどどうかなと彼女の腰にしつこく手を這わせながら迫ったそうです。シーコさんはその瞬間、私は心の中で、ああやっぱりそういうことってあるんだと思い知った。でもここまで来てしまった以上、後戻りはできない雰囲気でした。二人きりになることを了承すると、私と松本さん以外のメンバーは、じゃあ僕らは一旦出ますねと部屋から出て行きましたと語ります。そしてちょっとエッチな気分になってきたんやけどと、松本人志さんはシーコさんに迫ってきたそうで、キスをされ抱き寄せられ、最後は性行為をしてきました。30分ほどの行為の後は別々にシャワーを浴びて、リビングで5分ほど談笑しました。黒瀬さんに連絡を入れたのか、彼らも部屋に戻ってきた。それから間もなく、黒瀬さんはチャックのついた小さなポーチからタクシー代と言って
5000円を差し出してきました。それを受け取ると松本さんたちは、じゃあバイバイと、それを聞いた時、松本さんっていつもこんなことしてるんだと心底虚しくなりましたとシーコさんは語ります。福岡における性接待はこれが初めてではなく、15年11月の第1回放送の収録後も黒瀬さんらは知り合いの女性を手配し、松本人志さんに上納しています。地元の会社経営者は、あの日うちで働いている複数の女性が黒瀬さんに呼ばれ、松本さんが泊まっていたスイートルームに行きました。その際、彼女たちは黒瀬さんの後輩芸人から、まっちゃんに選ばれたら性の接待があるよと伝えられていました。厳戒態勢で携帯電話の電源を切れとか、携帯は持ち込むなと言われたそう。最終的に松本さんは大勢の女性の中から一人の子を選び、肉体関係を結んでいたと。しかし黒瀬さんたちは周囲にアテンドの苦労を次のように口にしていると言います。松本さんが福岡に来るたび接待をしなきゃいけない、しかも毎回新しい女の子を集めなくちゃいけないんだけど、正直もう呼べる女の子いないよ。しかし実は後輩芸人を使った性接待は福岡に限ったことではありませんでした。大物芸人との飲み会やるんやけど、と大阪在住の D 子さんが友人の医療関係者から飲み会の誘いを受けたのは19年10月のことでした。同月26日夜7時頃、 JR 大阪駅近くの商業施設で彼女たちを出迎えたのは吉本興業所属のお笑いコンビクロスバー直撃の渡辺センス。もともと友人は渡辺とプライベートで食事を共にする仲だったといいます。超 VIP だから今日の飲み会のことは誰にも言わんといてなと D 子さんにそう告げ、 VIP が誰か知らされないまま渡辺が誘導したのは関西随一の高級ホテルであるザ・リッツ・カールトン大阪。エレベーターで上階を目指す途中、渡辺は携帯電話はあんまり触らんといてな、 SNS とかにあげるのは絶対あかんでと真剣な表情でこう告げたと言われています。エレベーターで36階に上り、たどり着いたのはエグゼクティブスイート。玄関で出迎えたのは芸人の田村健二でした。松本人志さんの側近として知られる田村健二は14年10月にスタートしたバラエティ番組松本家の休日で松本人志さんと共演、昨年5月から米ロサンゼルスに拠点を移しています。 D 子さんが当日の様子をこう打ち明けています。男性陣は放送作家 X さんを加えて4人、その3日前にお笑いコンビチュートリアルの徳井よしみさんが東京国税局から申告漏れを指摘されたという報道がありました。松本さんはそのことについて、俺は税理士を雇って税金対策しっかりしてるからな、あれはあかんわと言っていました。松本さんはルームサービスには手をつけず、筋肉が分解されへんようにと気丈に置かれたチーカマとゆで卵をひたすら口に運ぶ、好きな男性のタイプなどを聞かれた後、私たちが松本さんはどういう人がタイプなんですかと質問したら、俺らのことはええねんと面倒くさそうにしていたとのこと。和やかに会は進んだそうですが、約2時間後に異変が起きます。タムケンタイム入りますと陽気な調子で口にしたのは田村健二。タムケンは一人一人を寝室に呼び出し、こう質問を繰り返します。今日誰が良かった、今から誰と2人で飲みたい、松本さんはどう、性的な意図を察知した D 子さんがみんなで飲みたいですと松本さんとのツーショットを拒むと、田村は執拗に松本さんとかええやろと畳みかけたそうです。 D 子さんはやっぱり最後はこういう目的のために呼ばれたんだと思いました。結局私の友達が松本さんと部屋に残り、私を含めた他の全員が部屋を出ることになりました。別れ際、田村さんから、はい、これ、と、3000円のタクシー代だけ渡され、帰らされました。別れる直前、田村健二は D 子さんに、今日のことは、絶対言わんといてな、と忠告したと言います。D 子さん。
後で知ったことですが、私の周囲でも大勢の子が松本さんの部屋のみに誘われ、最後は性行為をするように仕向けられていました。女の子を集めるのはいつも渡辺さんでした。そして医療関係者のいい子さんが同じく、タムケンタイムの洗礼を受けたのは、さらに遡ること4年前の15年夏、渡辺と親しい友人に芸人さんと飲み会をしようと誘われたそうですが、彼女たちには当日まで場所や出席者は明かされなかったといいます。会場はその時もザ・リッツ・カールトン大阪であり、ホテルのエントランスに呼び出された2人は、渡辺から相手は VIP やからと告げられたとのこと。参加者は松本家の休日のメンバーである田村と放送作家 X、 テーブルには高級そうな寿司の出前、面識のない女性が一人いて、セクシー系、可愛い系など女性は見事に全員タイプが違ったと飯子さんは語っています。そしてまたもや約1時間半後、田村健二が、ほな恒例のタムケンタイムですと声を上げたといいます。寝室に一人一人呼ばれた女性たちは密室で田村に、今日は誰と降りたいですか、松本さんとは、いい子さんが A ですと拒否すると、田村はほんまに A の松本さんやでと、いい子さんは私はいつもこんなことやってんのかと心底呆れました。私は X を連れて部屋を出て、あんたらこんなことばっかやってんのと聞いたところ、彼はああと、その後タクシー代を渡されて帰りましたが、結局その日は友人が松本さんに献上されエッチをしたと本人から聞きましたと語っています。これらのように松本人志さんを囲む飲み会には多くの共通点があります。小沢や黒瀬などのゼゲン芸人は直前まで場所はもちろん、VIP が松本さんだとも女性たちに一切明かさず、最高級ホテルのスイートルームに誘う、最後はゲームなどを通じて松本さんがいる寝室に女性を誘導する。それは松本さんを取り巻く後輩芸人による、いわばセックス上納システムに他なりません。また別の飲み会に居合わせたことのある女性は、アテンドする人によってゲームは変わります。例えばアンケート形式で、気に入った人はいますか、2位3位まで書いてくださいというもの。当然松本さんが1になる仕組みですが、ある時一人の女の子が後輩芸人を1位、松本さんを3位と発表。それに対して松本さんは、ちょっと待て、俺こんな全部金払ってるのにこいつに負けてるとこなんか1ミリもないわとブチ切れして帰ってしまい、残された女の子が号泣したことがありましたと証言しています。今回の騒動について黒瀬さんは記者にこのように答えています。福岡で福岡人志が放送されている時、黒瀬さんが性接待をしていたという話があります。ああいや、そんな全然。女性たちと松本さんと飲み会はされましたか。ああいや、全く全然そんなんやってない。16年6月、グランドハイアット福岡に後輩芸人が女の子を連れてきて、黒瀬さんが迎えに行った。ちょっと劇場の出番なんで、ちょっと松本さんがいるベッドルームへ女性を促した。出番があるんで女性たちを紹介したことは、そういうことはない、ちょっと僕からこういうことをどうのこうの言うことっていうのはできないと思うんで、すごい大きな問題なんで、僕がここで個人的なことはとのこと。アメリカ在住の田村健二は吉本興業に対し、田村健二などの後輩芸人が松本さんに女性を斡旋していたことなどを尋ねると次のように回答しました。岸全豪に対して名誉毀損による訴訟提起を予定しております。本質問状にあるような事実を記載して新たに名誉を毀損する記事を発売されるのであれば、当然に法的措置を講じるので、その旨予告します。この回答送付から約4時間後、吉本興業は松本さんの活動休止を発表したのでした。新たに出る新情報、活動休止をした松本人志さん、これから週刊文春と裁判を行う予定ですが、この新情報が裁判にどう影響してくるのか、
今後の動向には注目です。いかがでしたか。今回は新たに出た証言や関わっている芸能人、新情報について詳しくご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。